カメラの構え方はめちゃくちゃ大事です。こんにちは、写真家の立花龍馬です。今日はよく質問をいただくカメラの構え方について解説したいと思います。結構適当に構えてる人が多いんだけど、カメラの構え方ってめっちゃ大事です。ポートレートは特にカメラの構え方で信用できるのかできないのか、任せられるのか任せられないのか決まることもすごく多いので、ぜひ覚えてください。で、カメラの構えで大事なことが3つあります。まずはなるべく手ぶれを防ぐ、2つ目、動きやすくする、で、3つ目、見てくれがいい。この3つです。で、この3つをひっくるめて私がどういうふうに構えてるかっていうのを今から解説します。もちろん違う構え方でやってる人もいると思うので、ただこれがやりやすかったらぜひやってみてください。はい、まず1つ目の手ぶれをなるべく防ぐために私がどうしてるかっていうと、まずしっかりとカメラをホールドするためにストラップは首にかけずに右手に右側を2回巻いてがっちり握ります。で、左手は下からレンズを包むように握ります。で、脇を開けるとブレやすくなるので、がっちり脇を手を脇に当ててホールドします。これすっごい手ブレしにくいです。で、こうやるとグラ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 するし、結構右手に力を入れる人が多いんだけど、そうするとシャッターを切るときに思いっきり切っちゃうからブレやすくなるので、カメラは右手じゃなくて左手で持ちます。で、右手はもう添えてるぐらいで、シャッターも軽く押すぐらいです。で、脇をグッと締めてここに三角形を作ることですごく手ブレを防げるので、こういう感じですね。足は閉じてるとグラグラしやすいので、軽く開くとすごく安定します。で、私の場合はファインダーを覗くので、その時は右手左手おでこで3点で支えます。そうするとすごくブレにくくなるので、もしファインダーを覗かない方は脇をグッと締めて、で、液晶を見るのも全然大丈夫です。で、縦位置で撮るときは、私はポートレートを撮るので右手は下に構えます。で、結構男性の方で右手を上にして構える人が多いんだけど、まあやりやすかったら OK なんだけど、私はまず脇が開くのが嫌で、右手は下にします。あと右手で構えた時に、私はよくポートレートで目線こっちとかそういう感じで撮ることが多くて、これだとブレちゃいます。なので私は右手を下にして、ここの手でカメラを支えると片手で指示しながらシャッターを押せるので、こうするとブレちゃうので、だからポートレートを撮る人はなるべく右手は下にした方が撮影しやすいです。あとカメラすごく重いので、女性がこういう感じで持つとここの手首をやられて腱鞘炎になりやすいので、カメラはすごく重いので、だから右手でがっちりここで支えることで腱鞘炎にもなりにくい。なので私はこの構え方を推薦してます。まあこれどうしても手首が硬いとか構えにくい場合もあるので、その時は右手を上にしてもいいけど、こういう感じで脇は締めた方がいいです。で、もし片手でやる時はなるべくカメラは力を入れずに軽く押すぐらいにした方がいいです。はい。で、こういう構えにすることで2つ目に言った動きやすいっていうのも手にすることができるし、で、この時にストラップを首にかけると横は構えやすいんだけど、縦にする時にきつくなるから、どうしても横位置で撮っちゃう人が多いと思います。
で、ただでさえ意識しないとカメラは横で構えやすいので、縦じゃなくて横だけで撮る人が多いし、で、あと人間の目は右と左左右についているので、どうしても物を横で見る癖がついているの で写真は縦と横で全然イメージが変わるので、だから縦でも撮りやすいように首にはかけない方がいいです。あと私はモデルとイメージを共有しながら写真を撮っていくので、その時に首にかけてるとすごく見せにくい、あとここの紐がかぶったりしてモデルもすごく見にくいので、私は首にはかけないです。で、右手に巻いて、そしたら縦も横もやりやすいし、写真を見せる時もすごくスムーズに見せれるので、だからストラップは右手に巻いてちゃんと構える。で、ストラップを外して撮ってる人もいるんだけど、ストラップは必ずつけましょう。なんでかって言ったら、撮影に集中してる時に手が離れたりとかするとカメラ落ちちゃうので、だから私がなぜ右手に巻くかって言ったら、手が離れても落ちないように手にぶら下がるように必ずストラップは右手に巻いてます。で、3つ目の見てくれ、これポートレートを撮る人はものすごい大事で、やっぱりモデルは今までの撮影してくれた人とあなたのことを比べてます。で、もし今まで撮ってくれた人がすっごいかっこいい構えで構えてて、あなたがちょっとぎこちない感じで構えてると、あれ大丈夫かな、あれ任せられるかな、どうかなっていう風に不安に思うので、だからモデルが不安に思っていいことは一個もないので、だからちゃんと構えは見てくれも大事です。で、特に私は女優さんとかモデルとか、もうすごい一流のカメラマンと仕事をしてる人と撮影をするので、その時にかっこ悪い構え方をしてると、もうその時点で今日のカメラマン大丈夫と思われて、すごく空気が悪くなるので、だから構えはすごくこだわってます。で、例えばこういう感じで、あ、いいねって言われるのと、こういう感じで、あ、いいねって言われるのは、全然撮られてる方も集中できるかできないかも変わってくるし、なんか撮られてる気持ちいいし、で、私がいつも言ってるように、カメラマンの空気が相手の空気になるので、だからこういう感じで撮ってるとやっぱり集中してる感じも伝わらないし、そうするとモデルも集中できないし、で、私が撮るときはこう構えて必ず膝を落とします。なんでかって言ったら、集中してる感じが伝わるから。こうやって突っ立ってこう撮ってるのと、こうやってるのでは全然相手の空気感が変わるので、だから集中してるよ、一緒に集中して撮ろうねっていうのを伝えるためにも、構える時にグッと脇を締めて、で、グッと膝を曲げることで、ものすごいこう入り込んでる感じが伝わるので、すごくモデルの表情に影響することなので、ここはすごくこだわってほしいと思います。で、移動したり角度を変えたりする時も、ゆっくり動くとこの空気感が相手に伝わるので、すごく集中してる時に急にペースが遅くなるとテンポがおかしくなるので、私はもう中腰のままサッ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 って動きます。そうするとモデルも集中できるし、で、モデルのテンポとカメラマンのテンポがずれるとモデルはすごく気持ち悪いし、だから角度を変えたり、あと前に寄ったり引いたりする時はこういう感じで行くんじゃなくて、こういう感じで、こういう感じで、こういう感じで素早く動くとモデルのテンションは上がります。で、たったこのぐらいっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、表情ってめっちゃ大事なので、被写体にマイナスになることは全部排除。だから構え方もすごく大事なので、特にポートレートを撮る人はモデルの表情に影響を与えてしまうので、ちゃんと構えてやってください。あと
すごく多いのがレンズを下から受けるんじゃなくて上からこう持つ人がいるんだけど、これもねすごくブレやすくて、で右手に力を入れないといけなくなるから、だからシャッターを切るときに振りやすいです。だからちゃんと左手でカメラはホールドして、もう右手は添えてシャッターも軽く押すだけ。必ずレンズは上からじゃなくて下から構えましょう。ということで今日はカメラの構え方について解説しました。でまあこれはあくまでも私が今までやってきて、これが私のベストだと思うやり方なので、もちろん右手を上にやって撮りたい人はそれでもいいし、その代わりブレないように工夫したり、シャッターを押す時に注意したりすれば OK です。まあやっぱり首にかけて撮った方が撮りやすいっていう方もいると思うので、それは全然 OK なんだけど、ただ縦でやる時にきつくなるから横で撮りがちになっちゃうっていうのは意識して、あと見せる時にすごくこう見せにくいので、これは自分もそうだけど見てるお客さんだったりモデルだったりもすごく見にくいので、それも意識してやってください。じゃあね、バイバーイ。カメラの構え方、イエイイエイイエイ。よし、なんで待ってるの？おまけくんがちょっと待って、本編撮ってからです。いや俺も今ね、構えの話しながらおまけどうしようって考えてた。一緒だね。だから今日めっちゃ噛んでるでしょ。なんでかって言ったら早くおまけ取りたいと思ってた。もう構えなんかいいよって思ってた。あーやば。なんかさ、もちろん今言ったのは俺がやってきた構えで、すごく自分の中ではこれがベストだと思ってるけど、みんなねなんかオリジナルを編み出せばいいんだよね。それも面白いよね、人それぞれ。がっちり固めなくていいから、こんなのとか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 、手こうやってるだけだ。これこうやってるだけだよ、これ。変わってないよ。今度じゃあ、誰が一番イケてる構え方してるか、選手権しよう。写真送ってもらって、それでちょっと、もし優勝した人には。え ?DF?DF は何ね、バームクーヘンあげる。バームクーヘン？レンズっぽいじゃん。